キサキの子だ。レオとライアの子だ。
デラスのジャングルの奥地で見つけたんだ。川の中でキラリと光ってよ。この世のものとは思えなかったね。なあどうだ、いくらで引き取ってくれる？たけ、宝石はおめんとこばかりじゃねえぞ。はい、今お探しの石を持った男が。これはただの石ころです。そりゃねえだろ。な、頼むよ、いくらでもいいんだ、お願い。チキシュ、とんだクズ石だ。てっきり銭になると思ったんだがな。ハムエッグさんだよね。なんだお前たち。あなたがバジェラスで見つけたという石についてお聞きしたいことがありましてね。石？ご足労願いましょうか。おい、やめろ、これ、おい、よせ、おい、こら、下ろせ、おい、どこ行ってるんだ、おい、どこ行って、おい。間違いない、月光石だ。わざわざご苦労様です。私は科学技術庁のマイナスと申します。こちらは部下のラムネです。科学技術庁？早速ですがハムエッグさん、この石をどこで見つけられました？確かバジェラスのジャングルのどの辺だったか詳しいことは覚えてねえ。非常に大切なものなんです。なんとか思い出してくれませんか？そんなに大切なもんだったらいくらで引き取ってくれます？そんな、これはお金の問題じゃありません。おお、じゃあ一体何です、この医者？それは。そうですかい。じゃあ金持ちでも集めて競りにでもかけるか。あなたという人は。それじゃあこの石の場所に案内したらいくらくれるんですかい？ハムエッグさん、実はこの石はエネルギー危機に直面した地球を救うことができるかもしれない大変な石なんです。ほう、なるほど。それじゃあなおさらいただくものはいただかないとね。わかりました、ハムエッグさん。あなたにぜひバジェラスへ行ってもらいましょう。誰だ？科学技術庁のプラス博士です。博士？そうですかい。私はこれでも昔はバジェラスの主と言われて、しかも一流のハンターでもある。あなたのことは全て調査させてもらいましたよ。今莫大な借金を抱えていることもね。しかしそんなことはどうでもいい。今重要なのは少しでも早く月光石を見つけることです。月光石？月光石は核反応を行わず別の物質と反応させることにより、その質量をエネルギーとして変換できる物質なのです。そしてこれもムーン山の近くで発見された石です。ムーン山？我々の調査の結果、この月光石が眠っていると思われるバジェラス地方の山です。しかしその山の正確な位置を知る者は誰もいません。かなり以前に写真が一枚撮られただけです。あなたの仕事はバジェラスへ行ってムーン山を必ず見つけ出すこと。我々にはあなたの力がぜひ必要なのです。お任せを。調査隊のメンバーは足の方で揃えましょう。お衆はたっぷり弾んでくださいよ。わかりました。ムーン山に？ハムエッグさん、連絡が取れました。現地で今回調査に協力してくれる人物がおりましてね。医療が専門の人で、6年前の最初のムーン山調査隊の一人なんです。以来現地に張り付いてコツコツとムーン山を探しているんですけど。分かった、君もバジェラスへ着くまでいっぱいやってゆっくりしてくれ。台湾、おい操縦士、しっかりしてくれよな。俺はムーン山を一目見るまでは死ぬにも死ねねえんだからな。
うわ、そんなもんじゃろ。いいか、いいかるね。コツはこうじゃ。素早く羽をバタ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 。違う、バタ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 。だからこうでしょ。なあ、もうわからんやつだな。こうじゃと言っとるじゃろうが。だからこう。お兄ちゃん。ルネ。ルキオ、お兄ちゃん、危ないからやめて。そうだよ、怪我でもしたらどうし。バカモン。今日ジャングルの王子が空の一つも飛べなんてどうする。でもライオンが空を飛ぶなんて聞いたことないぞ。聞いたことなくてもいいの、男の子はチャレンジ。ルネとルキオ元気に育っておる。はい、元気というか怖いもの知らず。ルネは特に心配。男の子はそのぐらいの方が良い。ルネはゆくゆくレオの後を継いで王になる。少々無鉄砲すぎる方がちょうどよい。お主もそうだったじゃないか。よし、準備できたな。ルネ、いいか、行くぞ。うん。原因は羽のせいじゃな。よし、今度はもっと大きい葉っぱをつけよ。え、まだやるの？もちろんじゃ、飛べるまでやるぞ。もうやめたら。黙らっしゃい。あ、わっ、ねえ、ここ、これ何？これ、ねえ、わしの記憶に間違いなければ、これは人間が空を飛ぶときに使う道具じゃな。へえ、人間ってこんな大きなもので空を飛ぶんだ。だう。お兄ちゃん危ないよ。平気平気。この道具はもう死んどる。動きやせん。なんだなんだ。何にもない部屋だな。すごい。これが空を飛ぶんだ。これが人間の。あれ？ギャー！だ！うわー！ねえ、痛い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 な、もう。ねえ。おい、来てみんしゃい。人間の使う道具があるぞ。ねえ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 、これ何？これ、ねえったら。これは人間の使うランチボックスというもんじゃ。違うんじゃない。炭素。お兄ちゃん、触っちゃ危ないよ。大丈夫、大丈夫。ランチボックス。炭素。ね、お兄ちゃん。なんだこの変な音のするものは。
ビゾーやめろ。そりゃ僕んだ。ルネのものって印でもついてんのかよ。僕があの中で見つけたんだ。あの中で？じゃあこれは人間のものじゃないか。このもの貸してやる。よし。僕の箱だ。人間は悪いものだからこんなものに触っちゃいけないんだぞ。僕の父ちゃんが言ってたぞ。返せ。痛いったら離せ。いいぞ。父ちゃん、ルネがオイラを。何？わしのせがれを泣かせたのはお前か。ん？お前はレオの息子だな。そうだよ。父ちゃん、ルネをやっつけちゃって、踏んづけちゃって。いい度胸をしているな。そうじゃないやい。ルネない。ルネ、そうか、ルネか。レオはいいせがれを持ったようだ。それにこれ、お前はなんという卑怯者だ。やるんなら正々堂々とやれ。だって行くぞ。なんてことするんだ。へったくそなハンターだぜ。急所を外してら、俺なら一発で仕留めてやるよ。ダーハ。何？なんで？ああ、こちら今回協力をお願いしたヒゲ親父さん。あんたがね。こちら今度の調査団の隊長ハムエッグさん。隊長さんよ。グズグズしてねえで早く行きやしょうや。そうだな、お宝は俺を呼んでるってな。
ルキア、ルネはいないの？どこ行っちゃったのかしら。またここにいたのね。うん、ママが心配してたよ。この音そんなに好き？うん、だって鳥の声とも雨の音とも全然違う。こんなの作っちゃうなんて人間ってすごいよ。行ってみたいな、人間の世界に。わしがこの6年間調査してきた結果、このジャングルの北側は月光石はおろか、ムーン山の姿形さえ見えなかった。したがって残っているのは南側だけだ。しかしここには多くの動物が住んでおり、そこを荒らさずにムーン山を探し出すのは決して楽なことではない。けっ、んなのんきなこと言ってるから6年間もこんなとこにいる羽目になるんだ。そうだ、動物のことなんかほっとけ。ほっとけほっとけ、俺たち遊びに来てんじゃねえぞ。何？お前ら。隊長さんよ、俺たちは旦那についてきたんですぜ。俺が月光石を見つけたのはこの川だ。南側のジャングルのこの川だ。お前ら明日からハードになるぞ。ハードにな。ヒゲ親父さん、あんたが6年かかったところをね、俺は一月でやってみせるぜ。しでかすつもりだよ、あの人間たちは。あ、ヒゲさん、あれは奴に火を放ったな。私にジャングルを荒らす権利はない。ムーン山を探すためだ。動物の犠牲なんかメジャーねえんだ。なんだと？ラムレ君、行ってくれ。みんな構わねえから作業を続けろ。やめろ、やめんか。わしは許さん。ジャングルを荒らす奴は断じて許さん。あっ、ブレーキが。何？おい、さんだっけ。
囲まれて動けないんじゃ。大事さんが。よし。お父さん、僕も行く。トミー、グズグズするな。するぞ。サイジーさんが先だ。サイジーさん。ラムネ君、しっかりしろ。今助けてやるからな。よしよし。うん、わかったわかった。もういい。ほら。親のところへ帰んな。ここもじきに火が来る。あ、さあ早く行け。ほらほら順番じゃ。こりゃまたひどい火傷じゃ。ちっとしみるぞ。これから人間に仕返しに行くぞ。パグーラ。ライア。パグーラ、冷静になって。今人間と争ってどうしようというの。これ以上仲間を傷つけてはいけません。あんたでは話にならん。レオを出せ。レオ。パグーラ。レオ、一緒にやってくれるな。
ジャングルを守ること、それが私の使命だ。人間と争うつもりはない。何？腰抜けて、それでもジャングルの方か。お前がやらないのなら俺たちだけでやる。パグーラ、邪魔するな。ケイ、父ちゃん、やっつけて。レオ、なぜそこまでして止める？お前の考え方がわからん。俺たちはこれ以上お前にはついていけん。タグラ、僕はお父さんに賛成だよ。人間を襲うなんて間違ってるよ。だって人間は僕を助けてくれたんだから。ルネ、ハグーラの言うことも間違いじゃないんだ。確かに人間にはいい人間もいるだろう。しかし中にはジャングルを壊し我々を苦しめる悪い人間もいるんだ。争いからは何も生まれない。だがならば一体どうすればいいのか。人間と仲良くなればいいんだよ。お？仲良くなってもうジャングルを壊さないでねって頼めばいいんだよ。ね、いい考えでしょ。ああ、お前の時代にはそれができるかもしれない。人と動物が仲良く暮らせる世界がな。
すぐ下まで迫ってきてるぞ。この雨はただごとではない。こんなひどい雨の時はいつも不思議なことが起こるものじゃ。久しぶりだね。おふくろさん、山で何かあったんですか？ええ、困ったものでね。もうムーン山にゃあんまりゾウグサが生えてこなくなってね。また食べさせてもらいに来たよ。おお、みんな元気そうだね。でよ、ジャングルを守るのは大変なことだけど、自分を信じて頑張るんだよ。みんなを守ってあげなさいね。なんだ？なんだ、猫かよ。おい、こいつは猫じゃねえ。ライオンだ。白いライオンの子だぞ。何、白いライオンだ？チビ、今日からここがお前の働く場所だぞ。あ、おい、おい、なんだありゃ。
猫かしら。白いライオンの子供だ。あんまり食え。お前は我がセルゴグランデサーカスのスターだからな。ええ。あ、お。お？え？ひょー！豪勢なお食事。さすが大スター。食べる？ご冗談も、大スターのお食事を割ってみたいな三舌が、うん、いただきまーす。僕、ルネ。わてな、マリモスラチもアメリカ、ニューヨークのドブン中、ひょろまかしのジャック。今、お見開きの肌はぁ、ジャングルから人様の世界に憧れてね。人間の世界ってすごいね。僕感動しちゃった。人間と動物が仲良く暮らしてるんだもん。すごいよ。仲良く暮らしてる？うん。だってさっきみんな楽しそうに踊っていたもん。はっ、あれは単なる営業上のお愛想。商売やからしょうがおまへん。まあ、じきにチビにもわかるわ。夢と現実はちゃうってことかな。おやおや、未来の大スターはお疲れか。ま、今のうち、ええ夢でも見とくんやな。うん、あ、何度言ったらわかるんだ、うん、さあやれ。ほら、愛のことがなんでできない。おーおーおお、なんだこのチビ、立てつく気か。およしよ。メリー、なぜ止める。その新入りはまだほんの子供さ。無知で歌って何も分かりしないよ。だけどな、この子任してくんない。私が面倒見るよ。はいはい、わかりましたよ。お手並み拝見といきましょうか。大丈夫かい。どうした、食べないの。慣れないところで一人ぼっちで、そりゃかわいそうだけどさ、私だって同じ一人ぼっちさ。父さん母さんずっと前に死んじゃってさ。でも私元気だよ。こんなに元気にやってんだ。チビも元気出せよな。くすぐったいよ、やめろよ。そうだチビ、私とクモ空中ブランコやろ。お月様、そこからルネが見えますか。見えたらせめてあの子の足元を明るく照らしてやってください。あの子が寂しがらないように。お母さん、死斑病じゃ。死斑病？恐ろしい病気じゃよ。前にも一度ジャングルを襲ったことがある。
あの時は半分以上の仲間が死んだ。ああ、なんてことじゃ。お母さん。で、大スターになった気持ちは？僕だけ人気者になったって。ねえ、ジャック、僕わかんなくなっちゃったよ。何がや？僕、人間の国へ憧れてきたんだけど、メリーさんのように優しい人もいるけど、動物を鞭で撃つ人もいる。どっちが本当の人間の姿なの？難しいもんだよな。そりゃルネ。ん？ルネじゃないの？レオの息子のルネだろう。うん。こんなところでのんきにしてていいのかい？今ジャングルではとても悪い病気が流行っていて、たくさんの仲間たちが次々に死んでいってね。私たちもこうしてねぐらを変えるために移動してるのさ。ねえ、僕のお父さんお母さん、ルキは無事かい？さあ、そこまでは詳しく知らないけど、じゃあ私たち急ぐから。あんた、なんか心配事があるんだろ？ご覧、見えるだろ、港。あそこから船に乗って故郷へお帰り。ん？短い間だったけど楽しかったよ、空中ブランコ。私はサーカスの動物たちと仲良くやっていくから。しっ、メスメスしやって。お前なんかな、早いことジャングルに帰ってまえ。ジャック、さあ行きな。元気でね。Thank you.
チャック、そしてサーカスのみんな、僕絶対みんなのこと忘れない。ここにいるよ、ライア。あなたをとても愛していた。ルキオ、来て。愛しいルキオ。これからはルネと二人でレオを支えて、このジャングルを守って。でも、お兄ちゃんは。もうすぐ戻ってくる。お母さんにはわかるのよ。今ゆっくりと近づいてくる。ルネ、ルキオ、あなたたちがいて私は本当に幸せだった。ありがとう。ライア、花がいっぱいね。いい匂いでしょ。もっともっと摘んでくるからね。ライア、幼いルネやルキオを残し、さぞかし心残りだったろう。でも心配するな。ルキオは立派に育ててみせる。ルネも必ずジャングルへ戻ってくる。いつまでも天国で見守ってておくれ。ルキオ、ルキオ、ルキオ。ライアのみならず、幼いルキオの命までも奪おうというのか。ハムの様子はどうだ。はい、今のところ動きはありません。ヒゲ親父さんの方はどうでした。ジャングルの様子が変だと言ってましたけど。どうしたんです。この先のジャングルで倒れていた。死斑病だ。え、死斑病。動物だけに伝染する恐ろしい病気だ。原因は分からん。だが自然環境の変化が引き金になっている可能性はある。ラムネ君、わしはこれからジャングルへ入る。え、君は引き続きハムエッグを見張ってくれ。何かあったらプラス博士連絡を入れるんだ。頼むぞ。ヒゲ親父さん。よし、みんな準備しろ。モンタンへ登るぞ。俺たちの仕事は山を見つけるだけだろ。
だからよ、ヒゲ親父の出てったその隙にこっちがお宝をいただいちまおって寸法なのよ。いいか、月光石ってのはな、その気になるや地球半分買えるぐらいの価値があるわけよ。金儲けしか頭のね大企業にでも売り渡してみろい。てめえら全員10代先まで遊んで暮らせるんだぞ。どうだ、行くのか行かねえのか、はっきり言うのはっきり。いや、痛い痛い、何をするんじゃ、やめんか。わしは怪しいもんじゃない。こら、やめんかったらやめろって言った。あ、いやいや、あ、あ、あ、わしはお前さん方の味方だ。お前さん方にはな、これが必要なんじゃ。これで病気を治しに来たんじゃ。この辺りは市販病が広がりつつある。とても危険じゃ。お前さんはあのちびすけの親父さん。お前さんからみんなに言ってくれ。このまま放っておくとジャングルの生き物はみんな死んでしまう。わしは好きなんじゃ、ここの草や木や花、そしてお前たちみんなが。頼む、わしに一つでも多くの命を救わせてくれ。頼む。何、人間の力を借りる？ちょっとダメじゃ、ダメじゃ。そんなことしたらダメじゃ。ジャングルの我々が人間の力を借りるなんて、それはジャングルの掟破りじゃ。ここの言う通り、我々ジャングルの生き物は自分の命は自分で守らなくてはならない。しかしだ、今その掟を捨てなければこの忌まわしい病から逃れることはできない。そんなここルキオを治すためじゃ。分かってくれたのか。きっと直してやる。よし、これでしばらくすれば目を覚ますじゃろう。大丈夫だって、そんなに心配するな。消えている。お、よかったよかった。ほれ、治ったぞ、治った治った。よかったな、本当に治るぞ、治るぞ、病気が治るぞ、病気が治るぞ、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 治るぞ。伊蔵、立て。立つんだ。しよう。どうしたんだ。さあ、立ってみろ。アグラ、レオの城へ行け。人間が病気を治してくれるぞ。人間の力なんか借りるか。なあ、これこれ。静かにしなさい。大丈夫大丈夫。痛くないぞ。さあ。よし。さあ、次おいで。待ってくれよ。大腸はグズグズするな、早くしろい。よし、ムーンザインへ出発だ。ハムが動き出した。
ててほらやめんか。分かった分かった、行くよ。行きゃいいんだろ。いて分かったから。レオ、ハグラ、リゾは病気なんだ。人間に任せろ。人間だと？俺は人間なんか信用していない。しかし他にビゾーの病気を治す方法はないんだ。ハグーラ、なんじゃ。ハグーラ、分かった。大丈夫か？これは大変じゃ。探しましたよ。どうした？ハムエッグが隊員を引き連れてムンザへ向かいました。何？いかん。奴に月光石を渡してはいかん。月光石はモロハの剣だ。使い方を間違えると悪魔の石にもなる。すぐ奴らを追うぞ。わしはもう行かねばならん。あとはお前たちが病気を防げ。いいか、絶対に死んだ動物は食うな。それだけは必ず守れ。いいな？分かったな。ルキオ。何？お父さんの話をよくお聞き。ルキオ、お父さんはこれから人間と一緒に行かなければならない。人間が死斑病を治してくれた。それにルネまで助けてくれたんだ。今度はお父さんが人間に力を貸してあげる番だ。どうしても行っちゃうの？ルキオはお母さんに似て賢い子だ。お父さんがいなくても我慢できるね。もしお父さんが帰らなくても、お前は仲間と一緒にこのジャングルを守るんだぞ。私我慢する。一人でも平気。でも必ず帰ってきてね、ルキオ。ルネが帰ってきたらこのことを伝えておくれ。いいね？うん。じゃあ行ってくれよ。リゾ、病気は治ってよかったな。よかったな。レオ、よかったな。ビゾ。うん。レオ、お前の考え方が分かったような気がする。お前はやはりジャングルの王だ。私はこれから人間と共にムーン山へ行く。あの山は危険じゃ。今まで登った者はおらん。そうだ、レオ。レオにもしものことがあったらもう決めたことだ。レオ、あとは頼むぞ。さあ、よくない。
何も見えやしねえ。まあ隊長、イライラしないでガムでもいかがですか。旦那、チョコでもつまみにどうです。キャラメルキャンディーはいかが。食い物なら何でもありますよ。隊長、カールの姿が見えません。何？てめえらも気をつけろ。この霧の中で迷ったら一巻の終わりだぜ。隊長、じゃああいつは。諦めな。一体いつになったらここを抜けられるんだ。もう半日歩いてるぜ。うだうだ脱がすな。いいか、足元の石ころには気をつけろ。月光石のかけらがあるかもしれんからな。ヒゲ親父さん、本当にこの道でいいんでしょうね。多分な。多分って。まあ。どうした？ジャングルで何かあったのか？おい、どこへ行く？おい、なんじゃ？何が言いたい？ムーンザン？お前、まさか。わしたちを。おい、ヒゲ親父さん。ラムネ君、続け。やつが案内してくれるぞ、ムーン山へ。そんなバカな。待ってください。隊長、どっちに行けばいいんすか。よし、こっちだ。俺の勘に狂いはねえ。ついてこい。大丈夫ですか。もし反対の方だったら。せい、隊長は俺だ。この川に沿ってムーン山へ向かう。これしかねえ。これしかねえんだ。俺の夢を叶えてくれる道は。月光石は誰のものでもねえ。俺のものだ。待ってくれ。小瀬戸。出た！今何時だ。10時。そんなはずはダメだ。行かれてるぜ。くそ。やはり俺のも止まっている。間違いねえ。月光石に近づいてるんだ。隊長、もう食料がこれだけです。どうします。どうするったって、なんとか寝て待てって。まあ寝ろ。どこ行く。最大用足しで。気をつけな。この辺は崖だらけだ。足でも踏み滑らしたらあの行きだよ。分かってましたね。隊長さん。言わねえこっちゃね。おやすみ。Thank you.
ふにゃって。隊長、こんな岩は登れねえよ。死んじまうよ。はまったれんじゃねえ。結婚席はもう目の前だぞ。うん？あの時のライオン、おまけにヒゲとラムネまで。なんであいつらが。ずいぶん来ましたね、ジャングルがあんなに小さく。いや、まったく助かったわい。お前がいなかったらここまで来るのにどれほどかかったことか。そうか、あのライオンに案内させてんのか。ベースキャンプを出て2日目、白いライオンの案内で霧の深いジャングルを川伝いに抜け、砂漠を横切り岩場地帯をひたすら東へ向かう。果たして我々の行く先にムーン山は、月光石は存在するのだろうか。うまそうに食ってやがる。俺たちも飯にしようぜ。なもんとっくりねえよ。何？飯がないってじゃあどうするんだよ。知るか、カールが消しまったんだ。俺のせいじゃねえ。でもこれから山へ登ろうってのにガタガタ騒ぐんじゃねえ。ああ、何食ってんだよ隊長。意地が悪いぜ。俺たちにも分けてくれよ。食い物、食い物。隊長、飯。ああ、木の根っこじゃねえすか。贅沢言うんじゃねえ。人間その気になら食えねえものはねえよ。こうしてよ、じっくり噛んでるとじわーっと味が出てきて、おつなもんだぜ。遠慮しねえで食え、たくさんあら。目の前にうまそうな肉が転がってるってのによ、なんでこんなもんかじってなきゃいけねえんだ。ぼやくんじゃねえ。月光石を見つけるまでの辛抱よ。月光石をな。なんだ？どうしました？あれは。ついに我々はムーン山を目の当たりに見た。しかもその山頂では月光石のものと思われる赤い光が。もうすぐだ、もうじきだ。人類の未来と希望の光、月光石をこの目で確かめることができるのだ。風が止んだ。おい、あ、おふくろさん、
なんだおりゃ。マンモスですよ。マンモス。おふくろさん。デオ、どうしたんだい、こんなところへ。人間を案内してきたんです。光る石のあるところへ。何か訳があるんだね。わかったわ、案内してあげる。知っているんですか。ついておいで、デオ。今度はマンモスが案内してくれるようだ。急ごう。あ、はい。吹雪のムーン山の麓でマンモスに出会う。どうやら我々を月光石のある場所へ案内してくれる様子。今確実に月光石へ向かって我々は歩んでいるのだ。どうしました、おふくろさん。レオ、私が案内できるのはここまでになってしまったよ。おふくろさん。やんちゃな子たちでね。ここは私に任せて早くお行き。あれ、マンモスは帰っちゃうんですか。お前たち、いい加減にしな。レオに手を出すんじゃない。おふくろさん。レオ、来るんじゃないよ。親父さん、なんとかせんと。ダメですよ、狼に勝てっこありません。何がどうなってんだ隊長。おレオ、人間を私のそばへ。はい。おい、どうするんだ。誰が来るんだぞ。隊長。ヒゲオヤジさん。おふくろさん、ありがとうございました。みんな無事でよかったね。はい。レオ、この先は険しい山道。私が行けるのはここまで。気をつけて行くんだよ。
待ってくれんか。少し休もう。わしらもうヘトヘトじゃ。どうした？おい、気温マイナス25度、北西の風わずかにあり、目指す山頂まであとワントライ。我々は流行る心を抑え、目的地へ一歩一歩確実に近づいている。ここは山頂。どこに月光石があるんですか？探せ。どっかにあるはずだ。はい。違う。ない。ラムネ君。ダメです。見つかりません。こっちもだ。あの時。私たちが見た光は何だったんだ。もうわしらには打つ手がない。諦めるしかないんでしょうか。なんだ。ラムネ君、やったな。ラムネ君。はい、やりました。これで人類は救われます。うん、よくやった。ありがとう、ありがとう。お前のおかげだ。礼を言うぞ。ラムネ君。やたらと人のもんに触るんじゃねえよ、ハムエッグ。月光石は俺のもんなんだ。俺のもんなんだ。月光石は俺のものなんだよ。こりゃめや。ラムネ君、しっかりするんだ。ラムネ君。ひげおやじだ。ラムネ君。しっかり。この記録を科学技術庁に届けてください。頼みます。人類の未来がかかった大事な記録です。お願いします。ラムネ君。おい、ラムネ君。雪は止まない。食料もない。お前さんだって腹が減っておるじゃろうに。どうしたんだその目。そうか、
そうだったのか。すまんかった。お前のことをちっとも考えず、わしら自分勝手すぎた。許してくれ。お前までこんなことに巻き込んでしまって本当にすまんの。考えてみればただの石ころじゃないか。こんなもののためにラムネ君をはじめ多くの人間が死んでいった。人類の未来と希望の石だって。ふざけるんじゃないよ。そんな大げさなこと言うんなら今ここでこのライオンとわしを助けてみろ。助けてみろ。こんなもの。今までありがとうよ。お前さんのことあの世に行っても忘れんぞ。さあお行き。お前さんならまだ生き延びる望みもあろう。気にせんでいい。わしゃどの道もうダメなんじゃ。このひどい寒さ、食うものもない。ん？何じゃ？ん？お前、これでいいのです。あなたは私の肉で飢えをしのぎ、川を着て山を降りてください。ラムネさんの残してくれた記録を届けてください。おい。お前、おい。ライア、ルネ、ルキオ、ライオンの子供。お前さんの親父は立派じゃったぞ。これからゆっくりお前に話してあげよう。世界一勇敢で真のジャングルの王として生きたライオンの話をな。
お父さん。繋がる。